では富木先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、今日は食事の話を、食事とか栄養の話を、まあ、5分の4はぐらいはすると思うんですけども、最初に職場のメンタルヘルスをちょっと昔研究したことありますので、ちょっと紹介させていただこうかなと。まあ、これだいぶ前の話なんですが、1993年に発表した論文なんですけどね、まあ、だから25年ぐらい前の話ですけども、まあ、うつ病で、非常に頻度が高いのが人事異動というのがございまして、まあ、人事異動を誘因として発症したうつ病の特徴とか、どうやって治っていくかっていうのを、まあ、その当時いた私帝京大学っていうところにいたんですけども、その時に、1年間こう受診したうつ病患者さんを全員調査しまして、まあ、こういう研究したことあります。でちょっとそれを今日自殺対策ということで、まあ、関係あると思うので、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、まあ、そういうことで、ちょっとだいぶ25年も前の話で、まあ、仕事、職場の文化とかですね、経済状況とか、日本の経済、いろんな、ちょっと一世代、ちょっと前の話かもしれませんけども、そういうことで、まあ、うつ病の方をですね、1年間、帝京大学受診した方を全部、300人ぐらいの診療録を調整、一人でやった研究ですけども、調べたことがございます。で、まあ、ちょっといろいろ、まあ、難しいことは除いて、まあ、やる、ご紹介しますとですね、男性の方というのはですね、まあ、仕事上の問題がきっかけで、うつになる人が、もう本当に、多いと。47人中ですね、32人が仕事上の問題で、である。そのうちの32人のうちですね、仕事上の問題のうち、その当時ですけどね、17人が人事異動。まあ、つまり半数以上の人が、まあ、人事異動を、まあ、誘因にして、まあ、誘因っていうのはこの、人事異動をきっかけにして、まあ、それがストレスになって、しかも半年以内に、発症した方っていうことなんですね。やっぱ女性の方はですね、そういう方が、まあ、今はどうかわかりませんけど、その当時はですね、ほとんどいらっしゃらなかったと。女性の方は38人中ですね、仕事上の問題が7人。だから、まあ、むしろ5分の1ぐらいしかいなかった。で、人事異動で発症した人は1人しかいなかったということで、まあまあ、ほとんど男性の特徴みたいなことがありました。でですね、その方々の自殺起訴率っていうのを見ますと、まあ、この人事異動の方はですね、30% だったんですね。17人中5人の方が自殺起訴をしているということで、まあ、非常に、まあ、まあ、比較的、全体としてはその 14% ぐらいなんですけども、男性がですね、でも、移動の方は 29% ということで、まあ、自殺起訴率が高いということなんですね。まあ、女性はですね、あんまり、まあ、そういうのはないと。で、いうことです。それで、まあ、まあ、またちょっと紹介しますけども、そうですね、うつ病の治療はですね、まあ、全体的に言いますと、この心の休息とかですね、環境調整ですね。で、この環境調整で、過度のストレスを受けない環境にするって、まあ、この職場の調節っていうのはすごくポイントになってくるんですね。
疲れない働き方とか長時間労働より効率とかですね、職場内の意思疎通とかワークライフバランスと、まあ、そういったものが最近はよく言われてますけども、まあここのところがですね非常に一つのポイント、それからもちろんその今大野先生が ご紹介いただいたこの認知行動療法が、まあ、がうまくできれば非常に素晴らしいことになる、から抗うつ薬とかですね、重症の場合通電療法、そして、リワークですね、症状だけ良くなってもなかなか職場復帰ができないときに、まあ、何ヶ月間かリワークするというのは、まあ、最近、非常に、まあ、だんだん増えてきて非常にいいことだと思いますけども、まあ、もちろんこの中で、まあ、認知行動療法やったりとかもするということもあると思います。で、まあ、今日の話はこの食生活運動とか睡眠などライフスタイル改善療法、まあ、で、まあ、運動とか睡眠はちょっと、まあ、今までも話がありましたので、まあ、食生活についてお話しするということですね。で、ちょっと、さっきの続きで、もうちょっとお話をしますね。で、先ほどですね、5人、自殺祈祷の方いらっしゃったんですけども、そのうちの1人はですね、自殺既遂です。で、1人は亡くなっている、まあ、どういうことかというと、まあ、ちょっと年号とかですね、いろいろそういうのはちょっと見ないことにしていただいて、ちょっと症例を紹介しますけども、これ、中学校卒でですね、会社に25年間勤続ですね、で、病前性格、内向的真面目で、配置転換によって師匠の所長になったと。で、責任感強いためか、夜中まで仕事をするね、帰宅するようになったと。で、まあ、その頃、冬の1月からですね、頭が働かないなど症状を持って、まあ、起死燃料も出現したと。で、翌月に当院を受診して、欠勤を指示されてですね、まあ、休養をして、抗うつ薬を投与されて、1ヶ月後には、割と軽減して、だいぶいいと、述べるに至ったんだけれども、4月に突然、まあ、一死ですね、まあ、首をつって亡くなったという症例ですね。で、当時の私の考察っていうか、まあ、コメントとしては、初診時2ヶ月の自宅療養を指示されていたにもかかわらず、約1ヶ月半経過時点で患者さんがもうだいぶいいって見切り発車の形で出勤して、その数日後の自殺既遂なんですね。で、まあ、真面目で責任感の強い性格、内因性の病増、抗うつ薬の有効性。で、まあ、こう、典型的、笠原君の分類っていうのは、今の典型的なメランコリー型のうつ病っていうことですけども、まあ、そういうタイプのうつ病であったということですね。で、まあ、このようにですね、自殺は、ちょっと症状が良くなった時ですね、やりやすいっていうことがあるっていうのと、まあ、こういう非常に真面目な方が、まあ、所長になってですね、まあ、うまくいかないっていうことで、まあ、やると。で、責任感が強いっていうことで、何ですか、この、いわゆる、まあ、日本には隕石自殺っていうね、そういう、文化がありますですね。まあ、責任取って腹を切るって、毎週日曜日、まあ、去年までの大河ドラマでもいつも大抵そんな話ばっかりでしたけども、まあ、そういう文化がございますね。まあ、そういうことがいろいろある。だから、まあ、そういった点をいろいろ考え直さなきゃいけないっていうことでは、先ほどのお話に、認知行動療法の話になるわけです。で、まあ、こういうケースが、まあ、一つあります。で、ですね、あともう一つ、この研究で分かったことはですね、希望している部署でに戻る、移動した後ですね、希望した部署に戻るとすぐに良くなるということです。もちろん全員がそうであるとは限りませんけども、例えばこの方ですね、脅迫的でくよくよする性格で、人前で明るく振る舞うと、まあ、こういうのを、まあ、よくある典型的な方ですね。で、会社から出向に出されたと。
で、その後仕事が手につかなくて頭が働かなくなったと。日内変動を呈する抑うつ気分や気死念力不眠なども生じるようになって、まあ、受診したと。で、当初からですね、元の職場に戻りたいとこう復帰してた、希望してたということなんですね。で、まあ、抗うつ薬の投与と休養により、症状は徐々に軽減したため、出向先ですね、出向先に復帰するんですけども、まあ、病状は一進一退、すっかり良くならないわけなんですね。ところがですね、その何年か、まあ、何年か後っていうか、1、2年後ですかね、に、元の職場の復帰が、希望が叶えられるとですね、もう好調になったと。で、すぐに、まあ、テニスやスキーや旅行に行き始めて、これ想定したわけじゃないと思うんですが、行き始めて、以後好調になって治療終了になるということでね。まあ、次にも、こう、同じようなケースがあるんですけども、そういう、まあ、組織によってですね、いろんな事情はあると思うんですけども、まあ、やはり、うつ病になって、移動後にうつ病になったというか場合に、その移動前に移すとか、あるいは希望しているところに移すと割と良くなるというですね。まあ、もちろんその皆さんそういう努力もされていると思うんですけど、意外にですね、この病気の方をですね、他の部署が受け入れるのはなかなか難しいとか、いろいろそういうこともございますが、全体としてはもともと真面目で機能が高かった方がですね、うつ病になって、どっかの職場の移動が元に戻りたいとか、こういうところがいいっていう場合は、そういうところに移していただくと、まあ、いいというのが、この回復ですね。だから抗うつ薬をいくら出してもですね、ストレスのあるあまり望まないところでやってる間はですね、ちっとも良くならないですね。すっかりは良くならないですね。ということで、が、まあ、この調査で分かったということですね。だ、まあ、まあ、これはいろいろ組織によって、まあ、事情あると思いますけど、まあ、できるだけやりたいことを自分のペースでやれる環境であるということが、まあ、望ましいと。日本人は、まあ、働く時間長いけれども生産性が低いのは有名ですね。だけど、まあ、やりたいところを自分のペースでやれるところであると、こういうところも解消されていく可能性ある。まあ、あとで伊藤先生の話がもっとあるかもしれない、もっと深い話があるかもしれませんけども、それから心理的な安全性ですね、が大事と。言いたいことが言える環境かということですね。で、日本の、まあ、その教育、あるいは文化、全体がですね、こう勤勉で従順であることが求められるということがあるわけですけども、まあ、欧米型ですね、はこうアイデアとか工夫、まあ、そういうのがまあ尊重されるわけですね。まあ、日本はそのずっとこうレクチャーを受けて、まあ、ディスカッションしないっていう部分がですね、非常にそういう、なんか疑問を呈したりとかですね、そういうのは抑えられるような文化がありますので、こういうのがあると、まあ、そういうのがやはり生産性の低さとか、まあ、自殺っていうのもつながっていくと、まあ、あと先ほどの隕石自殺という文化があると、ね。で、まあ、私がこの患者さんによく言ってるのは、まあ、残業は原則的にしないと。時間よりも能率を重視しましょう。それから、まあ、無理な仕事を持ったら、まあ、必ず上司に相談するということですね。で、まあ、最終的には上司の指示に従うということですけども、まあ、まあ、日本だと、なんか、まずいことを言うとですね、なんかもう、それでダメになっちゃうんじゃないかっていうような文化がある。で、本来はですね、意見はできるだけ言ってもらって、最終的にみんなで十分ディスカッションして、で、まあ最終的に上の人が決定して、それはそれで従うとね、いうのが望ましいわけですけれども、まあそういう最初から押さえつけるというか、そういう文化もあると。そういう、それではまあちょっと、まあ、
まあ、これからはちょっとダメなんだ。それか、まあ、先ほど、まあ、認知行動療法の話がありましたので、あれなんですけども、まあ、自分を責めたりですね、失敗や嫌な出来事を反省するのはほどほどにすると。まあ、失敗は成功のもとと考えてチャレンジした自分を褒めようと、まあ、いうことを、まあ、いつも患者さんには言っているわけです。ということで、まあ、ちょっとあの職場のメンタルヘルスということでお話をさせていただきましたが、次はお食生活の方に移りたいと思います。で、まあ、今みたいなですね、長時間労働とかですね、移動をきっかけにしたその責任重大とかですね、そういうことがきっかけで、まあ、うつになるということですね。いうことなんですけど、まあ、まあ、現代はですね、こういう食事、運動、睡眠というのが非常に乱れがちなんですよね。で、食事は、まあ、2つの問題があります。で、1つは、飽食ということですね。つまり、人類史上初っていうか、まあ、昔の人はね、食べるものに困ってた。今は、どれだけ少なく食べるかに困る。っていうことですね。まあ、そういう、まあ、今までの、まあ、未曽有の状態にあるということです。それから、食の西洋化っていうことは、まあね、伝統的な、そういう食材を生かした食事から、まあ、非常に高度に製品化された食事、まあ、美味しさとかそういうものを追求した食事になっているという中で栄養のバランスの異常が起きていると。からまあ運動不足はですね、言うまでもなくですね、車社会が発展したりして今やほとんど何も運動しなくてもご飯を入手することができると。から夜型生活もね、言うまでもなくこの伝統がついてますので朝、まあ、夜中でも楽しくやれると。でバーチャルリアリティが発達してますのでゲームとかネット依存ですね、日本になっていくということもで、まあ、そればっかりやっている人もいるということですね。まあ、こういうですね、現代のテクノロジーの進歩の副作用というかね、によると思われるような食、運動、睡眠の問題というのがありまして、まあ、まあ、気づきにくいストレスということで、まあ、隠れストレスと呼んでるんですけども、この辺がですね、しっかりしていればですね、こういった、ストレスがあってもですね、まあ、それを跳ね返すことができる、あるいはうつ病とかにならないで済む、もちろん自殺予防にもなるということですね。で、まあ、運動や睡眠の話はもう、以前こちらのワークショップでされたということなので、まあ、今日は食事の話になります。で、まあ、うつ病と関連する生活習慣病でですね、これは我々がウェブ調査で1万2000人ぐらいの方を調査したんですけども、やはりこう肥満ですね、うつ病の人は肥満の人と痩せの人が多いです。標準体重の人は少ない。それから高脂血症とか糖尿病の人が多いですね。それから朝食をやっぱり食べない人が多いです。で、それは食事しないんだから食欲が落ちるからじゃないかってね、思われるかもしれませんけども、過食や夜食は多いです。だから何ていうかな、食欲ではちょっと説明できません。だから もちろん運動は少ないですね。まあ、朝食をとる効果っていうのは、西洋、東洋問わずですね、宗教問わず、まあ、パフォーマンスが上がるっていうことは、まあ、パフォーマンスの高いのこと関連が、まあ、認められるわけですね。まあ、若い人ですと、こう、知的機能が高いとか、記憶力やテスト成績とか、学校の出席率が高いと。朝食ではこう食物繊維や栄養素の豊富な全粒穀物とか果物の乳製品を摂るといいということが言われています。まあ、これはそういうね、ことが、まあ、日本は昔から言われてましたけども、まあ、今やこう世界的にですね、まあ、そういう効果が言われていると。で、もちろん先ほどのウェブ調査でもありましたようにですね、うつ病との関連も言われているということですね。
ところが、まあ、今日はあのこの若い方のですね、あの自殺予防ということですが、この若い方ですね、血色率が非常に高いんですね。日本人の国民健康栄養調査から見ますと、20代、30代の男性の3割から4割が、朝食を食べないか、全く食べない。まあ、女性もそうですね、2割から3割の人が、朝食を食べないか全く食べないということですね。で、朝食を美味しく食べれるということですね。朝食を食べればいいのかっていうね。とにかく何でもいいから起きたら朝食を食べればいいのかっていうと、まあ、そういうことじゃないと私は思ってて、まあやっぱり朝食を食べるっていうのはやっぱりね、しっかり睡眠して早く起きれないと食べれませんね。で、まあ、ですから、で、この間夜夜食なんか食べちゃってるとですね、朝食食べれません。で、朝食食べるとですね、体中に栄養が回りますので、末梢の時計遺伝子というのがリセットされます。で、もう一つですね、朝光をちゃんと浴びていただくと、なんですか、中枢の時計がきちっとリセットされると。まあ、朝ですよということになるわけですね。で、まあ、そういう感じで、まあ、心身ともにリセットしていただいて、まあ、仕事に行っていただいて、まあ、能率を向上させると。そうすると、まあ、自然に長時間労働が減ると。あるいは、まあ、行動も活発にできると。で、そうしますと、早く帰ってきて、まあ、家族と食卓を囲むと、まあ、まあ、ある種、まあ、カウンセリング機能っていうかね、そういう、まあ、コミュニケーションをとって、まあ、じっくり、きちんと休んでいただくと。まあ、運動するとよく睡眠も取れるという、まあ、そういうふうにいい循環になっていくわけですけども、まあ、そうでない場合はですね、これ多分若い人、自殺をされるような若い人の生活パターンとして、予想されるものはこんな感じですね。まあ、もちろん仕事をしすぎてね、帰りが遅くなる人も大変多いと思いますけども、まあ、朝食が先ほどのデータにもありましたように血色ですね。ですから、末梢時計がそのまま放置されていると。で、まあ、あまり光なんかも浴びないとですね、まあ、仕事のスイッチが入らないもんですから、能率も悪くなって、長時間労働になってしまうと。で、運動もできないということで、まあ、夜遅く帰ってきてですね、まあ、孤食ですね。で、まあ、一人でゲームネットに盛り上がると。睡眠不足ですね。で、この間に食べる夜食ってすごく美味しくてですね、まあ、お腹いっぱいになっちゃうので、朝は睡眠不足でご飯食べる、ゆっくり食べる時間もないし、まあ、ですね、もうお腹も空いてないと。まあ、いうような感じで、まあ、メリハリのないんですよね。多分、おそらくですね、こういう、なんていうと、この夜中がですね、一番最高のパフォーマンスになってしまうんですね。ということで、まあ、仕事の方が、まあ、おろそかになってしまう。まあ、そういうパターンであると、まあ、まあ、うつ病の方に進んでいくと考えられます。で、ですから、なんていうかな、何を食べるかっていう、とか栄養がどうかっていうも以前にですね、そういう生活リズムとか生活パターンっていうのをですね、まあ、しっかりしてないといけないんじゃないかということですね。で、まあ、現代の食事の問題って2つあると言いましたね。そういうことで、食べ過ぎであるということと、精製されて加工された食品を食べることによって栄養不足が起きていると。ということですね。つまりエネルギーは過剰なんだけど、ビタミンとかミネラルとか食物繊維っていうね、まあ、微量栄養素とかそういうものが、あるいはポリフェノールっていう、まあ、体をいろんな害から守るようなものをが不足しているということですね。で、まあ、現代の食事なんですけど、まあ、先ほどの平安時代の話が出ましたけども、藤原道長さんはですね、なんですか、この世は自分の世だみたいな、そういう、なんか和歌を歌ってましたけども、その当時、
糖尿病プラスうつ病だったということなんで、まあ、うつ病だったっていうのは私が言ってるだけなんですけども、まあ、糖尿病って日本初の糖尿病だっていうのは有名で、で、いろんな、その、古文の、あれを見ますとですね、うつ病症状とかがかなりあったようなんですね。ということで、まあ、別に現代ではなくてもですね、その昔の人でも特殊な人は、そういう生活習慣病になっていたということですね。だから豊かだから、栄養不足はないんじゃないかとかですね、そういうことはないということですね。で、一番わかりやすい話は玄米と精白米の違いでありまして、100グラムあたりに、玄米ですとですね、ビタミン B1 ですね、これ、脚気の原因になる。これが足りないと脚気になりやすいので、ビタミン B1 が、玄米だと 0.41mg あるんですけども、精白米だと 0.08mg と。で、あとで出てくる葉酸とかもですね、まあ大体精白米だと半分以下になってしまう。から、非常に今、現代人が不足している食物繊維ですね、これもほとんどゼロになってしまう。から、ミネラルですね。まあ、ミネラル不足も今深刻ですけども、ミネラル不足にも なってしまうということですね。で、まあ、ご存知の通りですね、この、まあ、去年の大河ドラマね、は、セゴドンってなってましたけども、まあ、セゴドンにも出てきました。徳川家定さんね、13代ね、だから家持さん、14代、徳川将軍、早く亡くなったのは、脚気が原因ですよね。で、それは、精白米の食べ過ぎです。だから、要するに、玄米食べれば、死ぬことはなかったんだけども、美味しいところですね、ところだけ、お砂糖みたいなところだけ食べてたんで、亡くなっちゃったっていうことですね。だから、日本のトップの人も、こういうことで、食事が原因で亡くなる。豊かな食事、一見豊かな食事で亡くなるっていうことが起きてるわけです。で、まあ、まあ、そういう活気が原因、食事が原因だっていうのを見つけたのは、まあ、ね、よく知られた慈恵医大の創始者の高木先生っていう方なんですけども、まあ、それはまあ、いいとして、まあ、こういう感じですね。全粒穀物っていうのをね、本来は取るべきであると。まあ、玄米っていうのはこうなってましてね、胚芽とか、主皮とか、蠣とか。で、ぬかって読むんですね。こういう部分ね、ぬか。ぬかっていうのをこう見てますと、米辺に健やかってね、書くんですね。だから、昔の中国の人も、ここら辺に健康のもとが詰まってるってよく知ってたということになります。で、じゃあ、本当に栄養不足なんかあんのかなっていうことなんですけども、これは食物繊維の年次摂取量の推移ですが、1951年から2001年の間に、日本人は食物繊維が半分以下になりました。まあ、戦前からですね、今、半分以下だということですね。で、実際、その食物繊維の目標量は20歳以上では1日あたり男性 20g 以上、女性 18g 以上必要なんですけども、最近の若い人ですね、が取っているのは、まあ、13g 以下。で、まあ、高齢の方はね、もう少し、取ってらっしゃるんですけども、やはり若い方の栄養不足っていうのが深刻になってくると。それからカルシウムとかね、今のは食物繊維ですけども、他にもいっぱいあると、ミネラルはいろいろ不足が多くてですね、例えばカルシウムは、650mg 一日、取るべきだというふうにされている、推奨されているわけですけども、まあ、500mg 未満なんですね。男性も、で、女性もそうです。ということで、まあ、栄養摂取がですね、まあ、不十分であるということですね。カルシウムは、まあ、こうやってね、まあ、先進国の中で、日本はもうかなり下の方なんですけども、まあ、別にカルシウムに限ったことではなくてですね、まあ、結構、で、まあ、今申し上げたようなですね、栄養の、取りすぎ、栄養じゃなくて、エネルギーの取りすぎですね、カロリーの取りすぎ、ね、総カロリーとか糖尿病とかメタボリック症候、あるいは運動不足ですね、それから、いろんなアミノ酸とかビタミンとかミネラルとかの不足がうつと関連するとかですね、
あるいは緑茶やコーヒーを飲むと割といいとかですね、プロバイオティクスですね、ヨーグルトとか、そういう善玉菌を取ると、うつ病にいいとかですね、まあそういう研究結果がですね、この21世紀になってから急激に増えてきたということです。で、まあもう少し具体的に言いますと、エネルギー過剰摂取はですね、大体とうつはですね、双方向性の関係があります。つまり肥満はうつ病のリスクを 1.5 倍に上げて、うつ病は肥満のリスクを 1.5 倍に上げるということがあります。で、メタボリック症候群もそうだし、糖尿病もそうです。糖尿病はうつ病のリスクを上げるし、うつ病は糖尿病のリスクを上げます。まあうつ病の方はですね、食事、食欲低下する人も多いんですけど、食欲が上がる人もいるし、それからあと、食欲だけ良くなってですね、体がちっともよく、動かないと、ゴロゴロしているというような方がいらっしゃいますので、ゴロゴロって大変、語弊がありますが、そういう方が、体を動かさない方がいらっしゃいますので、どうしてもこういうリスクが上がってくるということですね。で、これは我々の研究調査の結果なんですけども、うつ病の方ですね、BMI30 以上の方ですね、は、認知機能がね、低いっていうことが分かりました。まあ別にうつ病だけじゃなくてですね、健康な方もですね、こういう全体的に痩せてる方がですね、認知機能が高いという結果が、まあ、得られたわけです。まあ太ってると肥満になってるとですね、肥満になってると肥満になるとですね、まあお腹の方は出てくるんだけど、海馬っていうね、記憶とかそういうのに大事な部分は、萎縮してくるっていうことが言われておりまして、それはたくさんの研究があってですね、そういう傾向がございます。で、我々の MRI の検討でもですね、肥満の人はですね、前頭葉とかですね、側頭葉とか海馬とかですね、視床っていう、まあ、大事な部分ですね、感覚や知能に大事な部分が萎縮しているという結果が得られたわけです。ですから、肥満でですね、うつ病になってて、なかなか社会復帰できないっていう場合は、やはりそういう栄養への介入っていうのが大事になってくるという可能性があるわけです。それから、食事スタイルですね、地中海式食事っていうのは、海外ではですね、健康食の代名詞みたいなものですね。で、そういう最近の西洋式食事と比べると、どんな生活習慣病もですね、地中海式食事の方がいいと、リスクが低いということが言われてますが、最近はですね、うつ病のリスクを下げるというようなことが、最近というか、10年前の研究ですけれども、そういう報告もあるわけです。で、国立国際医療研究センターの南里先生っていう先生の研究によると、健康日本食っていうのが、パターンっていうのがありまして、それは野菜、果物、大豆製品、キノコ、緑茶などの摂取が多い。そういう人たちは、うつ病のリスクが半分ぐらいになるというような報告もされております。野菜、果物、大豆、キノコ、緑茶ですね。ということがあります。それから、お魚ですね。お魚は健康にいいというようなことがよく言われてますけども、最近はこのアメリカ教科書にもですね、そのお魚ちゃんと取った方がいいですよ、みたいな。うつ病、そういう精神疾患の方にいいということがよく言われてますが、お魚をよく食べるとですね、うつ病になりにくいっていう。そういう疫学調査がやっぱり2001年にね、これ大規模なのが一番最初に報告されました。そういうことは21世紀からですね、こういう食事と、うつ病との関係っていうのはもうだんだん探られてきたと。で、EPA とか DHA っていうね、N3 系とかオメガ3っていうのがありますよね。そう、油。それを取るとですね、有効、うつ病にも有効っていうのは、
ことがうつ病になった方に対しても有効であるというような報告も出ております。あとビタミンですね。ビタミンはちょっと葉酸とビタミン D についてちょっとお話ししようかなと思うんですけども、葉酸っていうのはですね、ビタミン B の一つで、やはりですね、その葉酸が低いとですね、うつ症状を持っている人が多いと。で、我々の検討でもですね、うつ病患者はもう低いと。葉酸値が低いということが分かりました。まあ、葉酸というのは、葉っぱの酸だか書くやつね。で、ほうれん草からですね、最初、単離されたんですけども、まあ、それ以外に、葉物野菜以外に、こう大豆製品とかレバーによく入ってますね。で、野菜、大豆、レバーというのが、非常に大事なポイントになります。で、我々の検討ではですね、健常者でもですね、葉酸の定値というのが、の方というのがですね、まあ、結構5から10%の方いらっしゃいますね。で、うつ病の方はその3倍ぐらいいらっしゃいました。ですから、なんていうかな、本来はですね、こういう葉酸とかね、そういうものも本当はだから調べるべきであると。いうふうに私は思ってますけども、まあそうですね、健康診断とかで、毎年同じのをね、やるんではなくって、3年に1回ぐらいはこう葉酸を調べるとかですね、まあ、そんな感じで、やっていただけると、まあ、本当はいいんですけどね。で、ビタミン D とうつ病っていうのもね、よく言われてます。で、よくビタミン D というのは、キクラゲとかですね、キノコとかね、魚っていう、で多いです。だけど、一番よくできるのはですね、皮膚に紫外線が当たってできるのが大部分でございます。ですから、冬から春にかけて、日照時間が減ったりとかですね、みんな洋服を着て肌が露出しなくなるもんですから紫外線浴びなくなりますので、だいたい冬から春にかけて、これビタミン D というのは脂溶性のビタミンで、脂溶性のビタミンというのは脂肪細胞に蓄えられるんですね。だから備蓄できるわけなんです。だからまあ大丈夫、一応大丈夫なんだけど、まあやっぱり冬から春になるとだんだん減ってきますね。ということで、まあビタミン D というのは骨の病気に大事だということはよく誰でも知ってるんですけども、まあ、うつとも関係するっていう報告が、5年ぐらい前に報告されたりしています。またビタミン D というのはその季節性のうつ病の原因じゃないかというふうな説もありましてですね、季節性のうつというのは冬から春にかけて、まあ、うつになるパターンの方ですけども、でそういうのにですね、それにもかかわらずですね、このビタミン D を補充するとうつ病が治るというような報告もありますね。ということで、まあ、日光に当たる時間ってね、大事ですね。だから朝一番ね、脳の時計を調節しながらですね、まあ、リセットしながら日光に当てると一番、まあ、一石二鳥なわけです。で、ミネラルの不足というのは、まあ、非常に深刻でございまして、まあ、鉄欠乏というのは世界で一番多い栄養不足の一つです。世界で一番多い栄養不足です。で、若い女性ですね、生理出血のある女性、50歳ぐらいまでの若い女性の5人に1人が鉄欠乏貧血と言われてますし、貯蔵鉄不足はその何倍かいるっていうことが言われています。で、鉄欠乏っていうのはですね、何ですか、貧血の原因になるというのは、まあ、みんなは知ってるわけですけども、ドーパミンとかですね、セロトニンとかノルアドレンというね、モノアミン、ね、まあ、このドーパミンがないとそのうつ病になりやすいわけですけども、よくきちんと働かないとですね、これらが合成機能する酵素には鉄が必要なものが
少なくないです。ということで、まあ、ムズムズ足症候群っていうね、あの病気があります。ムズムズ足症候群の方っていうのは、日本にだいたい、3% から 5% ぐらいいるって言われてますけども、まあ、そのムズムズ足症候群の方には、鉄不足の方が多いってね、それは、疫学的によく知られてたんですね。で、もう一つね、ドーパミンの作動薬がね、もう、貯蔵するわけです。まあ、そこ、だから、まあ、その、ムズムズ足症候群っていう、のですね、存在からですね、やっぱり、鉄が不足しているとドーパミン系が落ちてるんだっていうことが、まあ、わかるわけですね。ということで、まあ、我々のウェブ調査でもですね、1万2000人のウェブ調査でも、鉄欠乏貧血があったか人はうつ病になったことが、ある人が多かったし、鉄欠乏貧血になったことある人はストレス症状が高いということが分かりました。ということで、まあ、鉄の補充が大事ですね。あとはもうだいぶ時間が迫ってきましたけども、あとはですね、プロバイオティクスっていうね、腸内細菌がすごくやっぱり大事だっていうことが、いろんな病気で大事だっていうことが分かってまいりまして、参ります。で、うつ病の方、あるいはストレスの多い方、これは過敏性腸症候群になっている方が非常に多いですね。まあ、我々の調査だと、3人に1人、うつ病の方の3人に1人、過敏性腸症候群を合併されています。まあ、健康な方はですね、だいたい 10% ぐらいが過敏性腸症候群の方がいらっしゃいます。で、まあ、そういうのが、過敏性腸症候群っていうのは、まあ、お腹がね、痛くなって、まあ、いざとなるとお腹が痛くなっちゃってちょっと困っちゃう病気なんですが、それは、まあ、腸内細菌が関係すると言われてますが、まあ、うつ病患者ですね、について我々調査したところですね、やはりビフィズス菌とか乳酸杆菌っていうね、プロバイオティクス、まあ、善玉菌、いわゆる善玉菌が少ないということが分かりました。それから最近ですね、乳酸菌やビフィズス菌を抗うつ薬に足して、じゃなくて、ビフィズス菌や乳酸菌をですね、投与すると、まあ、投与しない群に比べてうつが良くなったってね、まあ、そういう研究も発表され始めております。ということでですね、いろんな栄養素がですね、関係するということを、で、現代はそういう食べ過ぎと製品化による栄養不足が少なくなくって、それによってうつのリスクが上がっているということをお話しいたしましたので、やはりバランスのいいですね、食事を心がけるということが、まあ、うつ病になりにくいために必要と。ということですね。あと運動のこともちょっと入れようかなと思ったんですけども、時間がもう過ぎましたので、終わりにしたいと。まあ、食生活のポイントですね。これはちょっと多分、書いてある、そこの資料に書いてあると思いますので、それで終わりにしたいと思います。ちょっと駆け足になりましたけど、まあ、こういう本を参考にしていただければ幸いでございます。どうもご清聴ありがとうございました。